間質問をさせていただきます山野井和則です。2年ぶりに厚生労働委員会に戻ってまいりました。厚生労働委員会というのは、全ての国会の委員会の中で私は一番重要な委員会だと思っております。国民の命を守る、健康を守る、本当にそういう意味では私は党派を超えて国民の幸せのために一致結束して、論戦をし国民のために尽くすのがこの厚生労働委員会の論戦の役割だと思っております。そういう立場から今日も質問をさせていただきたいと思います。まず来年通常国会で大きなこの厚生労働委員会の論戦のテーマにもなるのではないかと思われます働き方改革、私も3年前に成立しました過労死防止法の成立のために党派を超えて多くの議員の方々、そして何よりも過労死をされた方々のご家族の方々や弁護団の方々とも力を入れて取り組んでまいりました。しかし残念ながら過労死は減るどころかどんどん増えていっております。そんな中で私も多くのご家族の方々のお話をお聞きしたりしておりますけれど、まず何よりもこのような多くの一生懸命家族のため、会社のため、社会のために働いておられる過労死を何としてもゼロにせねばならないと、そして冒頭にそのような過労死の被害に遭われた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げたいと思います。また今日取り上げさせていただきます NHK 女性記者、31歳でお亡くなりになられました佐野美馬さんにつきましても心よりご冥福をお祈り申し上げたいと思います。私の配布資料の1ページ目そして最後のページに、佐渡美和さんの過労死の報道を添付させていただきました。この記者さんというお仕事は非常に社会的に重要なお仕事でありますが、同時に長時間労働が常態化している過酷な仕事であります。そんな中で31歳、働き盛り、大変お忙しい記者の現場のお仕事の中で残業時間がなんと月159時間ということでお亡くなりになられ労災認定をされたわけであります。ここの報道にもされてますようにご両親も、訴えておられますが、お母様はですね、やはり上司から記者は個人事業主のようなものと言われたことに触れ、こうした意識が労働時間管理をせず命と健康を守る責任とルールに欠ける原因になったというふうに指摘をしておられます。また一番最後のページにございますように、これやはり明らかな人災なのではないかということで、やはりこのお父様もですね、労働時間の管理も休むのも自分でやれでは全く管理してないということだということで、睡眠時間や休みを強制的に確保しないと同じ過ちを繰り返すと、何としてもこういう過労死の再発を社会全体で防止してほしいということをご両親もおっしゃっておられます。そして就業から次の始業まで一定の休憩時間を設ける勤務間インターバルを導入するなどの仕組みづくりが必要だということも提言をしておられます。本当に素晴らしいお仕事をされておられた、志高い娘さんの失われたご両親の心地を察すると本当に私もつらいつらい思いでいっぱいであります。しかし今この佐渡美和さんに象徴されるように、例えば電通事件の高橋まつりさんも24歳過労死をされました。若者の過労死が残念ながら増えているわけであります。このような痛ましい事案をどう再発防止するのか、加藤大臣のご所見をお伺いしたいと思います。加藤厚生労働大臣。先般も過労死のですね、これ厚労省主催でありますけれども、そうしたシンポジウムがございまして、
私も参加をし、全部は参加できなかったんですが、ご家族の話だけでも聞きたいと思って聞かせていただきました。佐藤さんのお母様からもお話がありました。またそれ以外の方からもお話がありました。特にご両親にとってみると突然としてですね、愛する娘さんや息子さんが病で倒れる、あるいは自ら命を絶つ、この現実を本当に受け入れられない、また受け入れるに時間がかかっている、本当にそうした悲痛な思いを聞かせていただきましたし、また多分亡くなられた方もですね、多分そういった思いを持っておられたんだろうということでありまして、改めて亡くなられたそれぞれ皆さん方には心からご冥福をお祈りし、ご家族の方には衷心よりお悔やみを申し上げたいというふうに思います。そういった意味でこうした事案を二度と起こさせない、そういった意味でも私どもは日頃から監督指導にですね、しっかりと取り組んでいかなければならないということでございまして、今日々そうした問題を、特に過労死をゼロにしていく、こういった思いを持ってそれぞれの基準監督署においてそうした対応を務める、監督指導を徹底していく、またそれを通じてこうした過労死を二度と起こさせない、そういう思いで取り組ませていただいているところであります。山井和典君。この佐渡美馬さんもあらかじめ決まった一定時間を働いたとみなす事業場外みなし労働時間制を適用されていたと、私も過労死のゼロのためにさまざまな取り組みさせていただいておりますが、ご家族の方々や弁護団の方々のお話をするとですね、やはり裁量労働制など労働時間の把握をされてない仕事で長時間労働が増え、過労死が増えていると。労働時間のしっかりとした把握をすべきだと。そういう労働基準法の改正、規制強化をすべきだと、いうことをおっしゃっておられます。しかし、残念ながら私は危機感を持っておりますのは、今政府が成立を目指そうとしている裁量労働制の拡大、高度プロフェッショナル、いわゆるこれ残業代ゼロ法案とさえ言われております。この法案に関しては、逆に労働時間を的確に把握して、長時間労働の歯止めをかけて、過労死をなくすという方向とは180度逆で、ますます労働時間の把握をいい加減にして、そして長時間労働と過労死を増やすことになるのではないかという反対の声が非常に多いんです。残業代ゼロ法案、過労死促進法とさえ言われております。実際今日の配布資料にも入れさせていただきましたが、例えば4枚目ワークライフバランス社長の小室さんもですね、残業上限規制こそ急務であって高度プロフェッショナルや裁量労働制的な働き方というのは今回やはりやるべきじゃないということをおっしゃっておられます。長時間労働是正の第一人者の方のお一人であります。ですから加藤大臣への要望ですが、とにかく過労死を減らすのが働き方改革のはずなわけですから、逆に長時間労働や過労死を増やすというふうな不安が高い裁量労働制の拡大、高度プロフェッショナル、この法案は来年の通常国会で提出は断念していただきたいと思います。いかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。先ほどもお話申し上げたように、この過労死をしっかりゼロにしていくということで、さまざまな取り組みをさせていただいているところであります。これをさらにしっかりやっていきたいと思っております。また働き方改革においてもですね、健康確保することを前提とし、しかし他方でそれぞれの置かれている状況に応じてその意欲やですね、能力を発揮できる、多様な働き方を用意をしていこうということで取り組ませていただいておりまして、そういう流れにおいても長時間労働の是正もですね、過労死のゼロにもちろんつながることにはありますけれども、同時に長時間労働が是正されることによって、例えば高齢者や女性などさまざまな制約条件がある方もフルタイムで働くということもできてくるわけであります。そういった意味で今回の裁量労働制の見直しや高度プロフェッショナル制度、これもそうした流れの中で私どもとしては
位置づけさせていただいておりますが、ただその上において今委員ご指摘のように健康確保というのは大変重要な課題でありますし、それはしっかりと守っていかなければなりません。裁量労働制においてもその対象となる方について客観的な方法による労働時間の把握を義務づける、あるいは健康確保措置を必ず実施させる、あるいは高度プロフェッショナル制度においても在社時間等の客観的な把握を使用者に求めた上で年間104日かつ4週間あたり4日以上の休暇取得を義務づけるとともに健康確保措置を講じさせていく、まあ、等の措置を予定をしているところでありまして、まあ、こういった法案を先般労働政策審議会に要項として提出をし、おおむね妥当と見られる、妥当と認めるとの答申をいただいたところでございますので、まあ、今厚生労働省としてはその答申、審議会の答申を踏まえて、速やかに法案を国会に提出すべく準備をさせていただいているところでございます。委員長。山井和典君。全く納得できません。厚労大臣の挨拶の中にも働く方の視点に立った働き方改革と言っておきながらですね、連合も過労死の家族の方々も弁護団の方々も高度プロフェッショナルや裁量労働制の拡大には強く強く大反対しているわけですね。過労死をなくすと言いながら過労死が増えると言われていることを強行するなんてことは絶対に許されません。まあ今日はここでとどめておきますが、私は体を張ってでも阻止します。国民が今望んでいるのは長時間労働の是正、そして過労死ゼロなわけですから、それを言いながら逆に過労死を増やすような改悪の法案を強行することは私は絶対に許しません。申し上げておきたいと思います。次に保育のことを質問したいと思います。今年4月から平均 2% 月6000円、保育士さんの処遇改善になりました。また勤務経験が7年以上の、まあ、方々に関しては月4万円の処遇改善、これは、当時の民進党がですね、私も中心になって野党一体となって出しましたが、5万円の保育士さん幼稚園教諭の賃金引き上げ法案を提出したとか、まあ、私も国会でたびたび安倍総理に要求しました。そういうことも一つの要因であったと思っております。まず確認したいんですが、この6000円や4万円の処遇改善というのは次元措置ではなく、これは恒久的な賃金引き上げということでよろしいですね。加藤厚生労働大臣。別に次元としてということでこれを導入したわけではございませんので、当然これについては引き続き継続をしていくと、こういうことであります。委員長。山井和典君。恒久制度と理解をして安心をいたしました。それで今議論をされている保育士さんの処遇改善というのは当然これに上乗せをすべきではないかというふうに考えておりますが、保育士さんの処遇改善の決意をお願いいたします。加藤厚生労働大臣。今ご指摘あった2点、2% の処遇改善、あるいは、一定の経験を持っている方に4万円と、このパッケージ、これは29年度からやらせていただいておりまして、我々引き続き保育人材の処遇改善には努めたいと、これは一般的な姿勢として持っているところであります。まあ、その上で、さらなる保育人材の処遇改善については、まあ、現在与党においてもご議論いただいておりますので、それを受けて、さらに12月上旬の取りまとめに向けてですね、政府の中でも議論をさせていただきたいとこう思っておりますし、当然それは今ご質問のように29年度をベースとした上での議論というふうに認識をしております。委員長。山井和典君。確認ですが、引き上げるということでよろしいですか、それともまだ福さんの賃金引き上げるかどうか決まってないということですか。加藤厚生労働大臣。ですからこれから先についてはまず与党でのご議論をいただいておりますので、それを踏まえて政府の中で議論していきたいとこういうふうに思っております。山井和典君。当然引き上げていただきたいと思っております。それに関連してですね、保育所の運営費を報道によりますと200億円程度カットをして待機児童対策に回すなどの報道があるわけですけれど、今これだけ子ども子育て支援のということを言っているときにですね、逆に保育所の運営費をカットするなんてことは、もう全くありえない話だと思います。まあ、こういう議論が今あると聞いておりますけれど、このような保育所の運営費のカット、現場も大変不安になっておりますが、こういうことはしないと、この場で言明をいただければと思います。加藤厚生労働大臣。
公定価格の見直しにおいては経営の実態やあるいは賃金物価の動向あるいは関係者の意見も聞きながらこれそれぞれ、毎年議論をさせていただいているところであります。ちょっと報道のその背景の方私はよく承知をしておりませんけれども、まあ、平成29年度においては、子ども子育て新制度が施行されて3年ということで、幼稚園保育所認定子ども園の経営実態調査をいわば初めて実施をさせていただきました。まあ、現在内閣府の子ども子育て会議において公定価格設定等のあり方についてそれらも踏まえながら議論をいただいているところでございます。山井和則君。一般の企業の利益と子ども子育てをしている保育所を同列に考えてですね、運営費をカットするなんてことは絶対あってはなりません。かたや子ども子育てを力入れると言いながら保育園の運営費をカットするということは絶対許されませんので、そこは強く要望したいと思っております。それで今回の加藤大臣の挨拶を聞いて私あれと思ったのはですね、この就任の挨拶冒頭の挨拶の中でですね、介護職員の処遇改善は振り上げているんですけれど、障害福祉サービス職員の賃金引き上げ処遇改善振り上げてないんですね。当然介護職員と障害福祉サービスの職員の方の賃金引き上げセットでやっていただきたいと思いますが、お約束をお願いしたいと思います。加藤厚生労働大臣。これまでもですね、介護の人材の処遇改善と障害福祉人材、これはパラレルで議論してきているわけでありますから、今回においても介護人材と同様に障害福祉人材についても議論して検討していきたいと考えております。委員長。山井和則君。そしたら介護職員の賃金を引き上げる場合はセットで障害福祉職員の賃金も引き上げるということでよろしいですか。加藤厚生労働大臣。介護職についても、今具体的には与党の中で議論いただいておりますから、それを踏まえてということになりますけれども、今申し上げたように介護人材と障害者福祉人材、これまでもいわば一体とちょっと語弊がありますけど、その何て言いますか、連関するものとしてですね捉えてきたということでございますので、それは当然踏襲していくことになるんだろうと思います。委員長。山井和則君。遡れば今から10年ぐらい前に介護職員さんと障害福祉職員さんの賃金の引き上げの法案というのを超党派で成立をこの厚生労働委員会でさせました。その時からセットで賃上げはしておりますので、ぜひともお願いをしたいと思います。それでですね、特に私の地元の障害者施設、通称の施設で非常に今不安が広がっておりますのは、来週火曜日にも障害者の報酬の検討委員会11月27日行われますがですね、食事提供体制加算が廃止されるという議論が出てきているわけでありますね。これは簡単に言いますと、通称の作業所工賃というのがありまして、 1ヶ月通うと障害者の方はですね6000円とか7000円工賃がもらえるわけです。ところがそこからですね、食費の実費が差し引かれるわけですね。それで今でしたら多少差し引かれても工賃の方が上で、1ヶ月障害者の方々が中小の施設に行ったら給料がもらえるわけです。ところが今議論されているように、この食事提供体制加算が全部廃止されてしまってですね、自己負担が食費1万円ぐらいになってしまったらですね、通所の施設に障害者が行って逆にお金を払うと、こんな残酷なことになってしまうわけであります。ぜひともですね、一億総活躍と言いながら最も弱い立場にいる障害者の方々のですね、自己負担を大幅に増やすなんてことはね、人道的にも絶対に許されません。ですから今そういう検討会で議論されているそうですけれど、食事提供体制加算は今まで通り残すということを加藤大臣、この場でお約束をいただきたいと思います。加藤厚生労働大臣。今食事提供体制加算は、障害福祉サービス等報酬加算の一つで、収入が一定額以外の障害福祉サービスの利用者に対して事業者が食事の提供を行った場合に算定可能ということでですね、全額ではなくて一部確か人件費部分が対象になっていたというふうに理解をしております。で、当初は21年3月31日までの経過措置ということでありますけれども、これまで3回の報酬改定で
この平成30年3月まで延長されているというのは今の状況であります。この加算については平成29年度末までの経過措置とされている一方で、平成27年12月の社会保障審議会障害者部会の報告書では、平成18年からの次元的な措置であったこと、平成22年度から障害福祉サービスの低所得者の利用者負担が無料になっていることから、多制度とのバランスや公平性を踏まえて検討すべきとされているところでございます。現在、平成30年度の障害福祉サービスの報酬改定に向けて、この報告書の内容、そして関係者のご意見、これも踏まえながらですね、検討していきたいと考えております。山井和則君。検討はやめてください。そういう恐ろしい検討は。一番困っている方々が障害者の方々ですよ。何ですか、1億総活躍で言いながら。なんで1億総活躍で障害者の方々もって言っておられるじゃないですか。なぜそんな、これだけ多くの税金の無駄遣いとか、加計学園、森友学園とかも言われている中で、なんで障害者の通所の方の自己負担を増やすんですか。どう考えてもおかしい。やめていただきたい。強くそのことは言いたいと思います。こういうことは政治の本質に関わる問題です。介護報酬、障害者福祉報酬もですね、ぜひ引き上げていただきたいと思います。3年前に介護報酬が過去最大引き下げられたことによって、今、危機的な介護人材も不足、また障害者福祉現場も非常に苦しんでおります。それで、ここに、平均賃金の比較も書きましたけれど、保育士さん、ホームヘルパーさん、福祉施設職員さん、介護員さんの月給というのは、一般の仕事よりもですね、10万円ぐらい低いわけです。先ほどこれを引き上げる方向で検討するという答弁いただきましたけれど、そのためには、処遇改善加算だけではなくてですよ、やはり介護報酬と障害福祉報酬を引き上げないとダメなんです。加藤大臣、ぜひとも、そしてこういう子育てや老後の安心こそが消費を拡大し景気回復にも関わる、つながる経済政策にもなるわけです。ぜひとも障害者福祉の報酬、介護報酬引き上げ、そのことをお約束をいただきたいと思います。加藤厚生労働大臣。今、具体的な報酬のあり方については議論いただいているところでありますけれども、当然サービスを必要とする方に必要なサービスが適切に提供されていく、そしてそのためにも介護事業者の事業所の経営実態、またそれぞれのサービスの状況、そして何といってもこれ介護報酬を上げるということは結果的に利用者の負担や保険料を増加させるということにもつながるわけでありますから、その辺も踏まえてよく検討させていただきたいと思います。委員長。山井和則君。しっかり取り組んでいただかないと、これはもう介護現場今崩壊しつつあります。介護職員さん不足で必要なホームヘルプが派遣できない。あるいは特別養護老人ホームも一部閉鎖する消灯制が実施できないとかですね、危機的な状況になっておりまして、これは残念ながら3年前、大幅に介護報酬を引き下げた。私たち大反対しましたよ。大反対したけど強行した。その結果今全国で介護職員不足。これは人災です。これは。ぜひともそれを今回は引き上げていただきたいと思います。先日も、介護現場の働く組合であります、日本介護クラフトユニホンの方々と、河合参議院議員とともに私もですね、30万人の介護報酬引き上げ、介護職員さんの処遇改善の申し入れを、事務次官にもさせていただきました。その意味でもですね、ぜひ介護、障害者福祉、保育、しっかりと力を入れていただきたいと思います。それでですね、昨日も検討会がありましたが、今何やら生活援助のホームヘルプに上限を設けるとか、報酬を下げるとか、そういう議論がされておられるようですけれど、とんでもありません。ちょっとだけ宣伝させていただきますが、私も議員になる前は高齢者福祉を大学で教えておりまして、もうこれ二十数年前ですけど、茨見新書2冊書きましたし、日本で初めて介護保険の本出たの1995年、今から22年前ですけれど、これも教著で私が書かせていただきました。また認知症のグループホームの本も5冊書きましたし、合計14冊書いておりますけれど、何が言いたいのかというと、
スウェーデンでも20年前から巡回型ホームヘルプという形で1日5回6回ホームヘルプに行く、そのことによって望めば在宅で暮らせるという、そういう状況を培ってきたわけですね。にもかかわらず今回ホームヘルプの上限を決めるということはですよ、先ほども質問が出てましたけれど、どん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 施設にお年寄りを入れる、認知症のお年寄りもどんどん施設に入れる、今まで厚生労働省がおっしゃってた在宅優先に逆行をします。さらに生活援助サービスがあるから一人暮らしができる、老夫婦の方々で暮らしていける、あるいはご家族の方々が仕事を続けられるということもあります。ですからこのような生活援助の上限を決めたり報酬を下げるということは、介護離職を増やします。さらに認知症をの家族の会も反対の意見をおっしゃっておられますけれど、今この生活援助でかろうじて在宅生活ができている方っていうのは認知症の方が多いんですね。そういう認知症の方々を支えていくという厚生労働省の方針にも反すると思います。介護離職を増やす、認知症の方々をもっともっと苦しめる、そういう意味でホームヘルプのこの生活援助の報酬引き下げや上限設定やめていただきたいと思います。いかがですか。加藤厚生労働大臣。今いずれにしてもその介護にかかる報酬については、介護給付費分科会において議論を進めていただいているところでありますけれども、まあ一つはやはり自立支援を進めていくという意味において、やはり身体介護というものをしっかり進めていくということも必要なんだろうというふうに思っておりますし、それから生活援助の話もありましたけれども、やみくもにですね、何回だからということではなくて、よくその実態も見極めながら、先ほど申し上げた必要なサービスは必要に応じて提供されていくということが必要でありますし、しかし同時に一方で効率化等を図れるものはしっかり図っていくことによって、この介護制度そのものの持続可能性というものをしっかり図っていくことも当然必要なんだろうというふうに思っております。委員長。山井和則君。いや、これもう生活援助があることによって自立ができている、要介護度が改善する、あるいは一人暮らしが続けてられる方たくさんおられます。生活援助というのはホームヘルプで家族やお年寄りの命綱なんです。それを削ることはやめていただきたい。さらに高齢者にとって一番必要なのは自己決定なんです。施設に入るか在宅で暮らすか、それは家族と本人が自己決定する。そのためには必要であれば多くのホームヘルプが生活援助であれ来てくれるという体制が重要であります。デイサービスについてもですね、今また従来のデイサービスの報酬を下げてはどうかという議論をされています。とんでもありません。このデイサービスもあるおかげで家族が仕事ができる、あるいは家族が休息ができる、あるいはお年寄りも元気になるという多くの効果が出てきております。にもかかわらず今議論されているように、なんか要介護度が改善して、卒業できたら、点数を上げるけれど従来のサービスは下げるなんてね。でも加藤大臣、ぜひ分かっていただきたいと思いますが、85歳90歳の方がデイサービスに行ってるんですよ。90歳の方の要介護度が改善して元気になってデイサービスを卒業する、はっきり言ってナンセンスな部分もあるんです。今の症状を状態を維持するためにホームヘルパーさんやデイサービスさんは精一杯頑張ってるんです。それを改善しないとですね、点数を下げるとかそういうことっていうのはね、じゃあ90歳100歳になってもどんどん老化しないんですか。人間の生き方に反するようなことにもなりかねません。もちろん要介護度が改善することはいいですよ。でも常識的に考えて85歳90歳になったら人間体弱っていくんですよ。弱っていくんです。そのことを踏まえてデイサービス、従来のデイサービス介護報酬下げるのはぜひやめていただきたい。いかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。
あのまあ要介護度が上がるって、まあ、上がるんじゃない、改善するということはですね、やはりその中でいろんな方々がご努力をされて、まあ、そういった結果が生んでいる、こういうケースも正直言ってあるわけでありますし、まあ、そういった介護サービスがより提供されていくようにしていくということも非常に大事だというふうに思います。もちろんあのご指摘のように一定の年齢あるいは年齢を重ねていけばだんだん身体能力が下がっていくわけでありますから、まあ、その辺も当然勘案しながら考えていくべきだと思いますけれども、いずれにしてもより良いサービスがより効率的に提供されていく仕組みというものを我々普段に考えていかなければならないというふうに思っております。まあ、いずれにしてもそういったことも含めて今あの議論をいただいておりますので、それを受けて我々も対応させていただきたいというふうに思っております。委員長山野井和則君。まあ、これで終わりますけれど、やはり私は嘘がありすぎる、現行一致をしていただきたいと思うんですね。介護離職ゼロ、そして認知症対策推進するというならば、それを支えているホームヘルプやデイサービスを削ってどうするんですか。介護離職増えるじゃないですか。さらに過労死ゼロと言いながらですね、働き方改革と言いながら長時間労働や過労死を増やす残業代ゼロ法案を強行しようとする、そういう現行不一致はやめていただきたいと思っております。私は民主党政権では厚生労働大臣政務官として労働問題や介護子育ても担当しておりました。そういう意味では党派を超えてこの厚生労働委員会でですね、国民の幸せ、特に弱い立場の方々の暮らしをしっかり守るために皆さんとともに議論をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。